下向き花畑とトルーの不毛ラジオ第14回、はい、よろしくお願いします。北向き花畑です。トルーです。はい、このラジオは誰もが一度はしたことのあるベタな会話のテーマをもう少しダラダラと2人で掘り下げていこうという不毛なラジオでございます。はい、はい、第14回はトルーさん、はい、アイドルになるなら何を特技にするかです。はい、はい、です。もしもアイドルになったらということで、うん、うん、この会話はしたことないんですけど、うん、でもどうしよう、うん、どうしましょうね。確かに、うん、そう、これなんで、うん、この話したいなと思ったかっていう、はい、あ、そうそう、花歌さんがね言ってくれたんですよね、うん、この間ニュースで、うん、アイドルの女の子が一級マグロ解体師、はい、うん、マグロ解体する資格を取りましたみたいなことでニュースになってて、そう、一級で多分すごいんですよ、うんうん、全国で9人とか、あ、すごいですね。そう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 、全国で9人いるうちの1人がアイドル、うん、そう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 、へえ、あ、でもそっか、そういう特技を身につけていかねばいけないのだろうなってっていうことを思ったときに、はいはい、もし自分がアイドルだったらどうすればいいんだろうっていうね、うん、いや僕もだから、うん、今日までに考えたんですけど、うんうんうん、そもそもその歌えたり踊れたりするだけですすごいのにね、うん、すごい、なんでそんなもう一個やんなきゃいけないのかっていう批判から始まっちゃった。そうですよね。でも特技歌とはね、うん、なかなか言いづらい。まあそうですね。上には上がいそうですからね。ってなっちゃいますもんね。うん、歌って踊れればすごいよ。ね、すごいですよね。うん、でも特技。立ち位置覚えたんだろうなって思いながら見ちゃうもんな。うん親目線、ね、いっぱいいるじゃないですか、アイドル。いっぱいいますね。いっぱいいると立ち位置難しいんだろうなって、うんうんうん、思いますね。思いますよね。ぶつかんないようにやってるなって。あ、やっぱそれが大変らしいですね。あ、振り付けとか覚えるのがまず我々としては精一杯だと思うんですけど、うんうん、それに加えてフォーメーション、ね、立ち位置を、うん、すごい。でさらにそのテレビだとね、はい、あの、うん、ちょうどカメラが来た時に、うん、なんかちょっとなんかやるみたいなのもあるしね。そうかそうか。そんなあるしね。カメラの方なんか向けない。バミリになきゃ。精一杯。多少覚えてんだから。違うんだろうな。そっかそっか、そうですよね。でもそうですよね。でもその上でなんかする、うん、その上でさらに特技を身につけるんだ、うん、わあ大変だな。そう、でもやっぱりいろんなね、うん、特技があるみたいですよね。あ、そうですね。調べた感じ、そうそう、でなんか大きく特技2つに分かれるなと思って、うん、はい、なんか一つがその場で盛り上がる一芸、うんうん、そのライブ中とか、なんか最初のテレビの自己紹介でできるようなこととか、もうすぐなんかできる、もしくはオーディションで披露するやつとかなのかな、うんうんうん、っていうタイプと、はい、もしくはその後ろの仕事にもつながっていく、うん、しっかりとした長所、マグロ解体師とか、うん、そうそうそう、マグロ解体師とか、ね、うん、天気予報の資格とかね。天気予報士いるんですか。あ、わかんない。あ、でも芸人さんではいる、うん、いますね。矢部太郎とか。あ、矢部さんそうなんですか。矢部さん確か持ってますよ、ね、あと藤井ページさん、そうですね。あ、飛び石連休の。あ、すごい触るんだ懐かしい。わかんないよって言ってもらおうかと思って藤井ページさんオンエアバトル見てたから。オンエアバトルですね。そうそう、
求めてないでリアクションしてしまった。だからアイドルの人でもいるんでしょうね、はい、うん、今多分いますよね、うん、免許系だと小型船舶操縦士免許を取得してるアイドルの子がいましたね、うん、それはじゃあボートとか、うん、操縦できる、うん、2級だから どれぐらいできるのか分かんないけど、うん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 、そのアイドルはなんか、うん、なんかもう解散したんですよ、釣りビットっていう、はい、釣り、あ、もう釣りそういうコンセプトがあるんだ、そう、釣りをコンセプトとしたアイドルの一人で、うんうんうん、わあ、そっかそっか、そうだよね、個人でも特徴出すし、うん、アイドルとしても特徴出していかなきゃいけないんだなっていう、うん、僕もうん、よく行くヨドバシカメラで、はいはい、よく広告を見てそれ知ったんですけど、うん、鉄道知識を教えてもらいたいアイドルってのがいるんですよ。鉄道知識を教えてもらいたいアイドル、教えてもらいたいアイドルがいるんですよ。はいはいはい。鉄道知識に詳しいんじゃなくて、うん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 、そのだからファンが、うんうん、鉄道に詳しい人たちで、うん、その人たちの話を聞いて、うんうん、でなんかその今サイト見てるんですけど、立派な鉄子へと成長する物語を紡ぐアイドルグループですっていう。すごいなんか、うん、すごいとこまで来てるなって感じしますよね。はいはいはい、そっかそっか、もうだから鉄道に詳しいのではないんですよね。そっか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 、教えたいんだ、うん、ん教えたいっていう欲望を出してくれる、分かる気がしますね、うん、ね、あ、それちょっと一つの正解な気がしますね確かに、ね、勉強は、まあ、これからしますっていうことですよね、うんうん、そっか、受け身でいいんだ、うん、うん、いいのかもしれない、うんうん、でだんだん覚えていくのをファンが嬉しがるってことなんですよね、うんうん、それ正解じゃないですか何を企画とかないしね。そうそうそう。え、何ですか、何を教えてもらいたい。鉄道知識を教えてもらいたいアイドル。連鉄ってひらがな。へえ。アイドルですけど。ね。すごい。俺は感動しました。正解な気がする。うん、そっか、鉄道とか、あとなんだろうな、うん、何を、ね、みんな教えたいんだろう、だから詳しい人がいるジャンルですよね、うん、虫とか虫好きな人アイドル、まあ、好きになるか、うん、虫はそうですね、うん、あまりライバル多くなさそうですね。なん、ね、だろう、仕事につながる方がいいですよね、せっかくなら、うん、と思ったんだけど、でもそう、自分ならどうしようって考えると、うん、どうですか、どうする、どうするどうしよっか、どうしよっか、我々がね、よくあるのは本当にモノマネ、クレヨンしんちゃんのモノマネとか、ああもう、うん、いわゆるアイドルのね、いわゆるアイドルの、うんうん、フラフープとか、うん、ルービックキューブとかもありましたけど、うん、なんかたくさんもういそうだから、うん、なんかもう一個なんかこう載せたらいいかな、足す踏み込むか、踏み込む、踏み込んだものでだと、なんか一人あやとりをしながら日本国憲法全文の暗唱っていう人がいて、あ、そう、いるんだ、いるんだね一人あやとりをしながら日本国憲法全文の暗唱が特技ですっていうアイドルが、すごいな、あ、すごいとこまで生きてるんだな、3ヶ月ぐらい
考え込んじゃって出てきたって感じ、うん、足りない足りないっていう、うん、なんかね、うん、それは特技なのか、うん、そうどうしていけばいいんだろう、その、ね、うん、どうにかしてあげたいんだけど、そんなうってつけの番組があるとは思えない。でもまあまあちょっとじゃあ、うん、やられたら笑っちゃうかもしれないね。確かに、ね、うん、ないのかな、うん、印象付けるところでは。あとだから仕事につながるっていうのをね、うん、考えたんですよ。はいはいはい、はい、考えたんですけど、うん、その方向でいきましょう。ね、まあ、テレビとかイベントとかそういうみんなが見る場に出演させてもらうっていうことじゃないですか、うん、はいはい、そうですね。でその時にその出演者の思った通りに言ってない感じにっていうのも、うん、なんかそのドラマチックでいいと思うんですよ。はいはいはい。だからプロフィールのこの逆を行くのがいいんじゃないかと思って、うん、はい、だからその、うん、まあ、特技のとこなのかな、どっかに虫が嫌いですって書くんですよ。ああ、なるほど。でも、なんか、うん、無人島でサバイバルはしますっていうことにして、うんうん、で、その虫と触れ合いながらこう、うん、だんだん克服していく感じが、はい、ちょ見てて面白そうじゃないですか。面白そうですね。だからそういう感じでこう特技の欄なんだけどできないことを書くっていう。ああ。どうですか。特技の欄だけをできないことを書く。うん、できないことを書くけど、うんうん、絶対やりたくないわけじゃなくて、うん、機会があったら、うん、その克服するつもりではいます、うん、みたいなニュアンスの。なんか旅行は好きだけど、そうそうそう、飛行機が苦手ですみたいな。トマトが嫌いですとか。うん、それ一回きりですよね。うん、あとなんか今喋ってて思ったけど、なんか入り組んでてめんどくさい。いやまあでも成長していくのは好きだと思いますよ、うん、日本人。まあ、それはそれで書くところがあるんですかね、苦手なものとかもね。 NG とか。あ、そっかそっか、そうですよね。あ、 NG は確かに必要なんでしょうね、うん、高いとこが苦手ですって言っておけばバンジージャンプの仕事は来るかもしれないし、うん、そう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 、うん、そんな感じですね。そっか、めちゃくちゃ苦手なもんが多いっていう、うん、振り方もあるわけですね。そうですね、苦手だけど NG、 苦手なものめちゃくちゃ多いけど NG じゃないアイドル、うん使い勝手がいいかもしれないな。どんどん毎週苦手なもん増えてんだこの子っていう。でも言っちゃえばもう高いとこなんて大体みんな怖いじゃないですか。そうです ね、好きな人の方が少ないからね。うんうん、ああなるほどなるほど、それは確かにありかもしれない。一時期なんか、うん、日本人フィーチャーじゃないですけど、はい、なんでそんなとこに日本人住んでるのみたいな。ああ、なんか、うん、うん、分かる気がする。海外に、はい、知らない国に一人でみたいな、うん、そういうところに住むってのはどうですか。はあ、で住んだ経験があるっていうこと。いや今住んでもう住んでてそっから通ってるんだ。収録のたびに。でも可能ならいいですね、うん、うん。通えないか。通え、だから、うん、日本人がいないけど通いやすい場所っていうのはあるのかな、うん、そのね、文化のこととかをね話せばいいですよね、うん、そうですよね、うん、うん、言語かな、マイナーな。ああ、喋れる、うん、うんうん、あ、でも語学の
番組ありますもんね、うん、ありますもんね、 ね、うん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 、恋さんごとか恋さん恋さんだったかな、アフリカの舌を鳴らす音が母音に含まれてる、はい、あれ母音だったかな、うん、あいうえをかきくけことかそういう並びに舌のクリックする音が含まれてるようなとか、そういう言語をマスターしたら、うん、NHK でやんないか。恋さん語講座。そうだな。でもまあ、ね、喋ってみてよっていうのは絶対ありますよね。そうですよね。ね、これ恋さん語でなんて言うとね。うん、そうですよね、うん。気になる。言えばとりあえず分かんなくても受ける気がする。わかんなくてもね。なんで知ってたんですか、小井さん。なんかその昔トリビアの泉とかで見てた。あ、その難しい言語として。うん。そう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 。50を超える吸着音と140を超える音素。それできんのかな。うん。うん、面白いですよ。じゃあ音が多いと、見ると なんだろう、表現が豊かだったりするんですかね。あんま関係ないか。どうなんだろう。なんか吸着音が多いのは遠くの相手にも聞こえるみたいな意味が、うん、距離で変わるんだ。というか遠く狩猟民族なので遠くの相手にも伝わるようなっていうのを突き詰めていった結果こうなったんじゃなかったかな、じゃあロケとかでね、うん、あ確かに遠くのカメラさんに、うんうん、なんかできるのかな、うん、ロケ強そうだなロケ強いアイドル、不良とロケの相性資料、うん、そうか、じゃあ恋さん語ができるってことは狩猟もできるってことですね。そうですねそうですねかな特に狩猟も入る。あー、いや、サバイバルができるってのはやっぱいいんじゃないですか。そうですね、うん、今そういう番組あるしね。ありますよね、うん、めちゃくちゃサバイバルできるアイドルいたら応援してしまうかもしれない、うん、でも虫は苦手なんですよね。虫は苦手でね。うん。うん。でもだんだんその、うん、大丈夫になっていく。本当かな。この方向で合ってんのかな。でかい雲を腕に乗せたぞ。みんな泣いちゃう。うん。うん、俺も明日から頑張ろうかなってなるんですね。うん。うん。うん、あ、でもだんだんエスカレートしそうで怖いな。そうですね。うん。あ、それはもうじゃあ、断る。どっかでね。そうですね。すいませんって。うんうん。うん。特技なだけですからね。それを見せるとは言ってないから、ね、うん。確かに確かに。うん、どこでもやるってわけじゃない。いいマネージャーさんが入ったな。ノーと言える。うん。なんかありますかね。ねえ、うん、いやだからもう事前に考えてても結局、うん、健康が大事じゃないかって思っちゃったんですよね。特技が、そう、特技健康っていう。確かに。なんか忙しそうだもんね。はいはいはい。うん、そっか。ファンが安心。そうそうそう。できる。うん。特技はな、まあ、ないじゃないな、健康が特技ですっていう、うん、安心して見てられるな、うん、健康診断のこの紙をずっと持ってて、うん、バッて出すっていうのがありますね。ああありますね。なんていうの、そのね、ただ言うだけじゃなくて
ほらって。はいはいはい、うん。エビデンスがね、数値でちゃんと見せてくれる。それもでもなんかその子にとってプレッシャーになりそうで怖いな。そうですね。どうせないですよね。でもだ、ね、うん、そんな変なことしなきゃ、うん、健康ではいるんじゃないですか。確かに。無茶しなければ。はあ、うん、そうですね。健康が一番ですね。うん。そうね。でも、うん、うん、ってなっちゃうね。うん、うん、ってなっちゃうね。面接官が。特に健康って言われてもね。うん。そのとてもいいんだけど、うん、うん、うんってなっちゃうね。うんって言っちゃう。まだ追いつかないか面接官。そうか。あとはでも結構あの、うん、事前に調べたら、はい、特技は足をつることっていうアイドルもありました。ほう。キング&プリンスの、はいはい、岸君、はいはい、特技は料理と足をつることなのだと書いてある記事あります。番組で足をつってみせ、うん、スタジオを爆笑の渦に巻き込みました。そんなところまで来てるんだ。あーでも、うん、つって爆笑に持っていけるんだったら、うん、なんかねそういうのでもいいのかもしれないですね、うん、手首がこうすごい曲がるとか、あの親指が、はいはい、こうグーってやるとすごい曲がってるとか、うんうん、なんか そういうのでもいいのかもしれないですね。仕事につながるからなとはな。爆笑の渦に、うん、それはもうだ、特技は爆笑の渦に巻き込むことだな、これ。確かに。うん、この岸さんの特技。ベタ褒めだ。足をつることなのか、これは。はい、そろそろまとめる時間ですけど。まとめないといけない、ね。どうしよう。どうしようかな。うん。特技。うん。特技まとめることっていう。お。したら便利ですね。そういうアイドルにまとめてもらいたいです。うん、なんだろうな。でもじゃあ一個ずつ決めましょうか、ちゃんと一人。はい、一人一個、自分はこれだっていうのを。はい。はい、待って。言い出しといてどうしようかな。全然どうしようかな。過去一で自由に話しちゃった。いや、じゃあ決めました。あ、何ですか。日本人が扱ってない言語を操るアイドル、うんうんうん、恋さん語、はい、恋さん語で芸人のギャグを、あ、面白そう、やればいいのではないか。あ、それすごいいいですね。それ現地に行けば習えますもんね、なんとかね。そうかな、うん、うん、なんとか一言語やったら頑張れば覚えられるんじゃないのかな。なんかね、暮らしたらいけんじゃないかな。うん、どうしよう。どうしよう、そうか。どうしよう。本当に迷っちゃった。でも、あんまそう、そうですよね。うん。なんか、考えたってしょうがないですもんね。特技なんですもんね。うん。うん。だからね、あ、チャイム。特技ね。
ウーさんも小江さん語覚えます？いいですよね。うん。二人で会話成り立たせたら、ああ。二人でいけるんじゃないですか。そうですね。うん。なんかすいませんって。なんか助けてもらってしまって。いえいえ。そうですね。うん。じゃあ。うん。小井さん語小井さん語を習いオンエアバトルの、うん、爆笑オンエアバトルに出てた芸人さんの話ができる、うん、はい、それにしましょう。はい、ホームチームとか解散しましたね。二丁拳銃とか。そう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 。チーモン長中とかね。チーモン長中。チーモン長中。出てましたよね。出てましたね。ね。うん。ユリオカ超特急とか。あ、そう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 、そういうのね。そうそうそう。田上芳恵ね。田上芳恵とか。ありがとうございました。ありがとうございました。